ヤマハカレッドオープンクラス、ポールポジションの坂井健太郎、 ATG での参議院を獲得したりですとか、民投票でも参議院を獲得しているとか、一の時からヒーローでありました。その坂井健太郎がこの大きなレースのモテギリレースで一丁ポールポジションを獲得、その隣にはマスイプロという状況です。ホームスレッドに戻ってまいりました。カレッドオープンクラス決勝スタート。コーナーホールショット抜群のタイミングでスタートをしてまいりました。清田がトップ陸上、そして1コーナー後方の方からの泳ぎ方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 の色のレーシングルーツに見えますから、これって吉井はヒロかなと思われますが、吉井はヒロは6番グリッドクラスのスタートでした。現在は3番手まで上がってきています。ホームスレードに戻りました。席46番をしますから、やはり吉井はですよね。吉井はヒロ3番手に上がっています。そしてトップが入れ替わり、1コーナーから2コーナーにかけて高い吉井が高い牛太郎、さらに佐藤柚木もという素晴らしいメンバー
を変えてくる。そしていち早く動いてくるのはまずは佐藤柚月。トップ3、佐藤柚月が1号になって優勝となります。